レコーディングでベース弾くときは何本か試して気に入ったものを採用してるんでしょうか、それともこの曲はこのベース決めて弾いてるんでしょうかと。特にフレンズやセブンスブルーズはどのようにベースを選んだのですかと、覚えてる範囲で構いませんので教えてくださいと。フレンズの頃はね、1本しか使ってないです。はい。基本的にその時期その時期で一番気に入ったの1本だけなんで、フレンズは何の頃ですかね。ヤマハか、ワービックか。どっちかな。僕割とだからあんまり機材持ってないというか気にしないというか、こだわんないというか。うん。